というわけでですね、お久しぶりの野沢直子と歩くサンフランシスコですよ。ちいか誰ですかあんた。野沢直子と歩くと言いながらあんた誰みたいな感じ。今日はですね、あの日程の通り、なんだっけ、デイ・オブ・ザ・デッドですね、はい、っていうメキシコのですね、お祭り、まあ日本でいうとこのお盆だな、お盆ですね、お盆みたいな感じのやつです。あのリメンバー・ミーですね、あのディズニーの映画のリメンバー・ミー、生リメンバー・ミーです。今日はね、まあ、そういったわけで、あの私たち別にね、あのメキシコ人でも何でもないんですけれども、うん、ちょっとねこんな感じで来てみました。だけどね、来てみたらね、結構ねこの辺りでなんかメイクとかね、うん、あのやってくれるとこすごいいっぱいあるんですけど、あのここはミッションエリアです。はい、そうです、サンフランシスコ、あのメキシコの方が多いところなんですけども、ね、私はここに12、13年住んでましたけど、そんな住んでたんですか、なんかあの私たちあの別にここでなんか結構メイクしてくれるとこいっぱいあったんですけども、うん、だってそれ知らなかったので、てか私知らなかったんで、野沢さんこれ初めてだもんね。そうです、自分でメイクしてきました。誰だ、私これ初めてなんですけども。どちらさんですか。それでちょっと私のちょっとあのちょっと全身コーデ、はい、こんなケープがよくあったなっていう話ですよね。可愛いじゃん。これ別にあのこのために買ったわけじゃなくて、うちにあったんです。どういううちだよ。本当だよな。こんなのよかったよね。はい、じゃあ、あのそれではあなたの全身コーデ、じゃあこっち側にバックに、はい、こっち側バックに、いつもと一緒じゃねえか、いつもと一緒じゃねえか。でも顔あ、なんかサングラス取ってる、目が結構ちっちゃいんだわこの人。今日骸骨だからいいんだよ。さっき道歩いてたらメキシカンのおばちゃんにうららココって言われて言われてましたね。リメンバーミーのリメンバーミーのミゲルのおじいちゃんですよ。実写版ココ。ここはどこ。おい、ふざけんな。私は誰。あなたね、はい、あの一緒にあのちょっとメイク一緒にやってたんですけども、うん、このメイクの上にサングラスかけようとしてました。それはやめとけって私がちょっと止めたんですけども、別にこの上からサングラスかけなくてもよくねって言って、キャラがねあるからね。今日は特別にサングラスなし。はい、ここでございます、はい、この下はヒートテックを履いています。寒いんだ今日は。まあそういったわけで、あの今日はね、はい、あの私は初めてなんですけども、うん、あのあなた結構来てるんですよね。来てるっていうか、あのミッションにずっと住んでたんで、うん、しかもそのメインの公園があるんですけど、はいはい、そこの隣に住んでたんで、うん、もう毎年ハロウィンの2日後っていうか、私たち写真結構撮られてるんだけど、うん、ちょっとそれここが目立つんじゃない、そのいやあなたも、うん、あなた誰これ、タヌキ、タヌキじゃねえよ。タヌキじゃねえよ。赤いケツネとみたいなタヌキ。デイオブザデッドだよ。まあそういったわけでちょっと楽しみですね、はいはいはい、なんかなかなかね、あの貴重な、うん、ね、あの、はい、撮れるんじゃないかっていうことで、はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃその一番盛り上がってる踊り多分やってると思うんですけども、ちょっと全然全く見えません。見えないので仕方ないので。出た、阿波踊り。もう怒られるぞお前。いくらなお盆だからって盆踊りにしよう、盆踊り。怒られるっちゅう。すごい人が見てる。怒られるぞ。あ、動き出しました。前の方行ってみますか。はい、
週明けに2個踊る感じですね。やっぱこのドラマ、そうなんだよね、鳥肌が立っちゃう。なんかお盆なんだなと思うと、はしゃいじゃいけないのかなと思う。いやいや、じゃあ生きてることに感謝のもあれがあるから、そうそう、なんかいいこと言うじゃん、なんかうるっとしちゃうよ。なんて明るいお盆だったのかしらね、楽しかったですね。なんかやっぱりちょっとなんかお盆なんだなって思いながらもね、
なんかこうやっぱドラムの音が入るとね、ガゼンみんな踊っちゃいますよね。あなたも踊ってましたよね。まあ、そうだから個人を忍びで今生きてることの喜びを分かち合うイベントですよ。いいこと言う。ところであなたそのアライグマのお化けみたいな。アライグマのお化けじゃないんだよ。アライグマの亡霊じゃないんだよ。これは自分だって自分だって。それもやめろ。これでサングラスかけようとしたってどういうこと？わけわかんない。サングラスちょうどその黒いやつ隠れちゃうしね。うわ、白目怖い。で、まあ、ちょっとパレードを終えてですね、はい、公園に、公園ですね、ここは。ここにいろいろこういう、個人の個人にあの写真とかメッセージとか、はい、お手紙とかがね、キャンドルを、と一緒になんか本当にリメンバーミーの世界ですよね、本当に。いやでもなんかあの初めてだったんですけども、あのなんか良かった。あのなんかあのちょっと個人のことを考えて悲しみもあるけれども、みんななんかちょハッピーな感じでね、みんなが笑顔、なんかなかなかいいお祭りでございました。あなた結構何回も来てたんですもんね。何？あなた結構何回も来てたんですもんね。ああ、てかうちのすぐ隣がこの公園だからさ。この公園の隣に昔住んでたらしいです。そうそうそう、うん、大騒ぎだよ。なんかね、今ここ一応なんかパレードが終わってここが終着点っていう感じなのかな。そう、だからここで、ね、まあ、ここでまあ、お供え物したり、はい、メッセージを送ったりして、なんか、多分閉めるってことなんでしょうね。思い出話をしたり、そういう感じのね、はい、ところですね。ちょっと隣の人が音楽うるさいですけど、はい、さあ、そういったわけでまた見てね。はい、っていうか本、あ、皆さん皆さん宣伝いいの？アライグマのお化けじゃないんですよ。皆さん、あの本買ってくださいね。半月の夜だろ。半月だよ。半月だよ。ケツ半分出す。おい、半月だよ。半月の夜。あ、半月の夜。小説。半月の夜。あ、半月の夜。買ってください。2回ボケました。そして、エッセイ。置いたきて、置いて。わかんねえじゃねえか、おい。置いたな、おい。置いてきたけど、まあ、いっか。おいおい。まあよくねえよお前。噛んじゃってんじゃねえか。あのね、あの皆さんなんかね、あのちょっとインスタのコメントの方になんかどうやったら買えるのかみたいな、アマゾンでも買えますし、うん、Kindle でも買えますし、うん、あのもちろん書店でも売ってると思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、エッセイ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 。アライグマ怒ってんだよ。じゃあカムバック、ウェルカムバックだね。ウェルカムバック。はい。それじゃあまた。また。火星さんなくてごめんね。これ火星みたいなもんだろ、これ。うわ、怖い。はいはい。